12月19日、ダイヤモンドリーグ、DL の主催者は来年開催の DL 各大会で行われる種目を発表した。2024年ダイヤモンドリーグ実施種目をチェック。大会は全15戦行われ、各大会でポイント上位者が9月13日、14日のベルギー・ブリュッセルで開催される最終第15戦の決勝戦、ファイナルに出場できる。 開幕戦は4月20日の中国、アモイ。4月27日の第2戦は当初、中国、上海が会場となっていたが、蘇州に会場が変更となっている。DL は年間を通じて争われる世界最高峰のリーグ戦で、ポイントを獲得した上位のみがファイナルに出場。世界選手権や五輪のように1カ国3人という制限はない。 ファイナルでは一発勝負で年間チャンピオンを決める。今年のファイナルでは日本人5人が出場。女子やり投げの北口榛花、JAL が日本人初となる年間チャンピオンに輝いた。